あ、わからくただいまりおかえり。おかえり。いや、遅くなったんよね、今日も。なんで、チャプター1個だけね、1個だけやろうかなと。なんかめっちゃ眠くてさ、めっちゃじゃない、なんかこの前、燃やすこれ。なんか眠くてやめた時よりはマシやけど、程よく眠くてさ、ビビらん自信がある。脳みそ死んでる今日。この曲眠くてやめて懐かしいね。結構前やもんね。ペガサス流星拳、こんばんは、いらっしゃい。先生や、懐かしいな、ペガサス流星拳。でも初代のあの何戦術は見てなくて、まあ、世代じゃないし見てなくて、リメイク見てた。え、さっきこの人いた？消えた。え、チャプター3なんやけど。え？危な。これもバイオですか？これは、サイコブレイクっていうゲームです。あの、バイオより怖いです。あ、違う。何から隠れ、え？ここ隠れる場所あるってこと？何か出てくるってこと？あ、違う、回復じゃなかった。え？うわ、危ない。誰の声？誰だ？撃たないでくれ。私は奴らではない。私は医師だ、マルセロ姫です。悪そう。事故の前救急車に乗っていたな。ああ、幸運にも生き延びた。他に誰か見たか？患者のレスリーをこの先へ逃げてしまったのだが、ついてきてくれ。ああ、キーお帰り。新しいタクシーさんも書いたでよ。お、今日ね、まだアナヨさん、もう今日遅くなったからな、来ないかな。あれを見たまえ。見えるか、奴らだ。ここまでずっと追われてきた。今キールの回転が好きやけど、タキシートさんも好きじゃない。そこら中にいる。かっこよくなった。レスリーはあのゲートの向こうに行った。なんてことだ。銃で突破するには数が多いな。一人がおとぎになれば、もう一人がゲートを開けられるかもしれない。見るよ。拳銃を持ってくる。もちろん見るよ。無茶な。え、これ回すんじゃないの？話聞いてなかった。なんだって？
めっちゃ揺れる。テラスにクランクがある。先にさ探索させていいよ。え、探索、お、これは使える、これ使えるぞ。あ、これ解体できるんだ。成功が青、赤が失敗。針が一周する間に青い範囲で止めると解体できる。OK。これ赤は、赤あった？かっこよくなった。待って、かっこよくなった。背景までついてるやん。待って、めっちゃ書き込んでるやん。あ、ムーンさんよ、お帰りなさい。今日も京都で最後ブレイクです。あ、バテた。これね、毎回さ、もういいや。一回練習しとくか、これ解体の。キロ背景もね、全部書いた。めっちゃ書き込んでる。しかもかっこよくなってる。ちょっとサイコブレイクさ、死にすぎて、まあ、難しいんか俺が下手なんか、まあ、死にすぎてさ、ちょっと怖くなくなってきちゃった。あ、バテた。同じだ。これスタミナ上限アップするよね。もういい。これで、これは触らない。まさか。誰だ？撃たないでくれ。俺の中のタクシーさんが反省したな。私は医師だ。マルセロ・ヒメネス。事故の前、救急車に乗っていたのは。ああ、幸運にも生き延びた。他に誰か見たか。患者のレスリーをこの先へ逃げてしまったのだが。そうだ、レスリーを追いかけてたんだ。ついてきてくれ。静かに頼むぞ。あれを見たまえ。見えるか、奴らだ。ここまでずっと追われてきた。俺もだ。そこら中にいる。レスリーはあのゲートの向こうに行った。レスリーすごいな。なんてことだ。銃で突破するには数が多いな。一人がおとりになればもう一人がゲートを開けられるかもしれん。拳銃を持ってるのは君だ。あ、これじゃないの。これじゃなくて俺がおとりになれってこと。うん、ああ、今々しい。テラスにクランクがある。あれを操作して通れるようにしてくれ。せっかくのバリケード。え、あ、あのおじさん頑張ってたんや。こっちだ。おい、おい、こっちだ。そうだ、こっちだ。え、勇敢。大丈夫か、あのじいさん。ね、当たらんわ。頑張って。え、
なんかやべえやつの声するよ。なあ、え、しぶと、何あいつ、え、しぶといて、え、しぶといしぶとい、あー、マイメロに勝るやつおらんよな。いや、ほんまにそう。え、なんかさ、俺動画見返しとったらさ、出てきてん、マイメロの動画。行ったかな、なんかめっちゃ懐かしい動画が出てきてんな。あ、これか。これ送るわ。いい、待って、あ、後で送るわ。え、これさ、え、結局進まずダメってこと？いるんだよね、結構ね。隠れる、パワー、隠れろ隠れろ。今か、あいつと分けれんのかな。いや、来ないで来ないで、来ないでよ。出れない。え、なんか起きてる、起きてるやん。何、お前倒した、倒したやつは別のやつか。やっぱ頭か。頭狙わんとあかんのか。あれ？めっちゃ来るやん。あ、これさ、爆弾さ。サイコブレイク、そう、サイコブレイク。あ、そう、サイコブレイクって打てないよね、多分ね。ヌさんいらっしゃい、サイコブレイクっていうゲームです。頭、やっぱ頭かな？頭なんかな？待って、アナさん、宝石銃？宝石銃？初めて見た。ハートミンもありがとう。なんかマネーガンとかはあったけど、宝石銃とかあったよね。ドロナルドの噂さん、初見です、いらっしゃい。これでもさ、基本的に弾がないからさ、
今はあるけど。まずあいつは向こうに行くから、これで、おい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 、違うよ違うよ、聞いてて話すと違うよ。なんでさっきと動き違う。ちょっとこのチャプターだけ今日ね、ちょっと眠いのと明日また早いからさ、まあ、今日寝坊しちゃったし、このチャプターだけって思ってたんやけど全然進まん。OK。 これさ、ここに行くやん。で、一旦隠れるか、じゃあ。隠れればいいよね。むずそう。いや、そうなんよね。俺が下手なんもあるんやけどさ。あいつ倒しに行きたいよね。あいつはスルーでいいか。スルーして、でこいつだ、こいつ、こいつが後ろ向いたら外に出て、のなんで気づくから、あーダメ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 、あああで出る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 、あ、この爆弾を使って、ウィー。え、めっちゃおるやん。あ、ヘッドショット強い。あ、でも爆弾のダメージもあったんかな。これ、燃やしといた方がいい？大丈夫か？回復がないんよ。どれだっけ？え、なんかメニューみたいなやつどれだっけ？どれでメニュー出すんだっけ？あ、待って、これじっとしてたら回復するんだっけ？ここまでしか回復しない。これ捨てるでしょ。え、メニュー、これか。あ、注射器あるやん。これ燃やしとこう。ふう、今誰かの足音した。先生？あ、あそこから外出るんね。これは無視していくか。見つかった、見つかった。あいつ振り返りそうよね、これ追いつくまでに。ほら、
あれどこ行った？オッケー、いけるよ。いける。どこ行った？これさっきの。さっきの建物よね。あ、これさ。後ろ気をつけてください。ありがとう。松明の方がいいか。これさっきのところだよね。音について。なるほどね。あ、うそやん。なんでだよ。これそっと開け、あ、そっと開けんのは丸か。ごめんよ、俺が悪かったわ。俺が三角を間違って押すから蹴り破っちゃった。あ、ここも隠れれんのか。とりあえず下かな。ちょっと回復欲しいな。回復とか落ちてないよね。あ、なんかね。やっぱり火変わると画面の揺れ気になる。あ、本当？ATK さん、今日も見に来ました。どうかありなさい。明るくベッドイン。お疲れ様。このさ、チャラチャラはさ、無視してさ。どこ行くんだっけ？これ上登れそう。何？はまった、はまった。あ、違う、燃やしちゃった。あ、登れた。さっきの石のところに行きましょうよね。どの扉入ってったかわからんくなっちゃった。ノージルチューチュー。何これ、なんかある。これ取れへんの。あの像何。何これ、すげえ。フラッシュボルト、アガニクロスボウ専用特殊弾頭。クロスボウとか持ってないよ。めっちゃいいやん、ここ。なんか知らんけど。これさ、上から銃。ちょっと上からマップ把握するわ。さっきのテラスが、どれ？さっきのテラスどれ？
お医者さんは？まずい、隠れないと。何？今誰に撃たれた？これサイコブレイクってさ、何と戦ってんの？そういえば、あー痛い！そう、バイオとかさ、ラスアスとか続けてやってるからさ、このあそこ隠れて、あそこ、あっちか。でも方向はあっちよね、多分。これで多分あれじゃない？あ、ユナさん、仕事は帰宅で済ます。お帰り、お疲れ様。デカ扉入ってみてください。あ、デカ扉ね、オッケー。今日のが死んでるから驚かへんって言ってた気がしたけど。いや、ビビらへんって言ってた。そう。今日ね、でもちょっと眠くてさ。まあ、このチャプター終わったらさ、さっと、こっからか、さっと寝たいからさ、あ、ちゃうねん、なんでそっと開けないの？次ここ隠れてみる？あれ？あれ？あれ、敵は？あ、あ、あ、いける。隠れよう、隠れようぜ。なんか爆発したな。明るく絶好調だぜ、何より。主人公の名前何やったっけ、わからん。セバスチャンかな。待って、天津飯になってる。名前が天津飯になってるよ。なんかジョージみたいな名前じゃなかった？え？あかんやつおるやん。つながれてるけどさ、あかんやつおるやん。あいつ、え？脳汁プッシャーブクブクしてた。やばい。へい、バイバイ。あ、ユナさん、ハートミンありがとう。フィンガーハートもありがとう。それも燃やさんでいいか。へい、めっちゃこの音嫌やね。
で、あそこの病、あれは病院の中やから、待って、先にさ、でもさっきの、ここは登っときたいよね。過去一グロいな、この、うん。いや、まあ、ウォーキングデッドのさ、ウォーキングデッドもグロかったけど、画風がさ、コミック調やったから、いけたんやったもん。あれはあれでグロかったもん。弟の頭をかち割るときとかさ、4発ぐらい殴らされ。だって、で、サム書いてもらったから、そう、名前、あ、変えたんか。今変えたんか。アライタン宝くんに挨拶してるんで、一回前、なんで売ってんの？あ、びっくりした。で、いやいや。え、ちょ、目覚めてもうたやん、今。お茶がさ、お茶のペットボトルをさ、ソファーのなんか手すりにかけてたんよね。したらさ、落ちてさ、急に音鳴ったからさ、めっちゃビビって目覚めちゃった。あ、ここ登れるんや、やっぱ。敵いたよね。何これ。いや、先にさ、アホや、アホすぎる。何これ、何だ、何何、ダメだわ。回せ回せ回せ。え、このガシャンは何なの。おー、すげえ。え、敵来ない。ちょ、ビン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 、こっちやで、こっちやで。お、マインボルト。お、どっから針出てきた。こっちだよ。ビー、え、コインや。やばい、見つかった音がする。気のせい？引っかかった、引っかかった。いい。お？チャラララーン。え、めっちゃ充実してきた。装備整えようや。これを、ショートカプセル、あ、これはここでいいや。回復は上にしようか。で、防寒は下で。ボルト切り替え、ボルト作成。おお、アイテムの情報。このプラスって何。あ、
あそこ行ったら強化できるってことか。お、久々見た。怪獣たまーん。アナヤタに変身ができない。なんで？待って、キムタさん来た。あ、お帰りなさい。アツミさんいらっしゃい。神ゲーです。サイコブレイクってゲームです。キムタさん。プープー。キムさん、ハートミーありがとう。カタカナがいかん。クロスボウとボルトを使った方がいい。そう、サイコブレイクって打てへんね。そうそうそう。なんか行くをね、そうしないと。え、これは今何を装備されてんの？おお、すげえかっけえ。ピーンっつってた。なあ、そっと取り分け。何の音？ゲート開いたのか、早くしてくれ。なんならあんたがやってもいいんだぞ。急いでくれ、時間がないんだ。メディカルキット、お、いいね。早くレスリーを見つけなければ。彼の身に何かが起きる前に。実験番号04、被験者番号04から13まで。脳波は微弱、波形の同調を開始。どうやら意識の共有が始まったと思われる。以前の実験では意識の急速な低下が見られた。彼らの精神は腐った肉の混合物のように混ざり合っていった。四つ目同時してない。最近してないんよ。最近はね、あげるばっか。で、来ちゃったけど、ちなみにこれは？このスイッチは？あ、そこか。めっちゃ使えるやん。え？あそこに敵はいるよね、いるよね。燃やすか。あ、燃やせんかった。ショットガン試しする。手榴弾。手榴弾だな、装備するの。手榴弾を上にしよう。ゲート開けに行く。オッケー。てか、おさらさん、いや、マジでマリオの部分もマリオやったよね。どっから声出してんのって思ったもん。まあ、ショットが爽快感いいよね。音がすごいけど、相手をぶっ飛ばせるノックバックあるのがいいよね。めっちゃおるやん。あいつをスルーして。いや、待て。これさ、やっぱ能力値強化しに行った方がいいんかな。あいつはいける。
けるよ。繋がれてるやつがあのバイオのあいつのやつよね。まずい、隠れないと。進行報告落ちいいよね、多分ね。マッチ、あ、マッチフルになった。ナイスか。ナイファークロスボウでやりました。あ、さっきの鎖って目見えへんやつはバイオよね。怖いの慣れた。うん、怖く、なんか怖くなくなってきたかもしれん。死にすぎて、同じとこやりすぎてさ。あと今日眠いんよ。眠気がさ、漁ってて、頭ぼーっとしててさ。あ、はしごが下ろせる系の話。おいで。あっちもあるな。え、あいつめっちゃバラ押して。え、ねえ、なんであいつには反応しないの。爆弾てっきりさ、ごめん、もったいない。あいつにショットがもったいなかったね。これ解除できると思う？無理よね。俺には解除するスキルがないけど、あのはしご登らんといけんよな。無理しないでねって、ありがとう。サイコは撃ってるね。行くがダメなんよね。え、これさ、でも解除しないと登れんくない？いける？あら。HP 半分持ってかれるんか。とりあえずゲート、ゲートってさ、敵味方ね、識別できるし、間違いない。え、これなんなん？鍵だ。何の鍵？あら、ダメだ、サイコブレイクじゃ。ロッカーの鍵。じゃあこの建物じゃないってこと？これ最初の、最初のとこだ。え、これ開けれる？開かない。あ、ほな拾っとこう。ゲート？え、ここがベランダで、ゲートはさ、でもあいつがさっきいたところよね。
え、ここ進もうとしたら見つかるよね。狙われてるよね。ああ、死んだ。死んだよ。シルはね、そう、なんか強化できんの、シルで。ああ。オーマイギャなるほど。これはあれか。こういうことか。なんだ、こういうことか。なんかすげえ音いっぱいする。え、これ下のやつ倒し、家の中か、とりあえず。オッケー、チェックポイント。あー、なるほどね。気づくかな、これ。上がってくる、見つかってる、これも。いい、あ、ついてくる。え、ついてくるんやけど。え、やばいやばいやばい。顔面、うんよ。顔面、うん。これはどこが？なに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 ？え、あ、これね。すげえ。使えるやん。もうでも敵倒しちゃったからな。あれ使いたいよね。あ、ガラスあるんかと思ったらないよ。これこれこれ使いたい。外した外したよ。ここ隠れるんじゃない、もしかして。こんにちは。うん、
あと、ユナさん、ミシカベア。ミシカってなんなんやろうな、わからんけど。クマありがとう、クマちゃん。音も手に入れた。分かった爆弾を、うまく利用すればいいんだと思います。敵が来たら爆弾。でももしかしたらクラブ。なるほどね。足の筋肉痛やばい。だから鍛えすぎじゃない？だってミクさん。ミクさん。ミクさんハートミーくれてた。明るくもハートミーありがとう。そしてあ、来た来た来た。これじゃない？え？さすがに無理やろ。こいつを壊せる道具があるはずだ。チェーンソーなんかがあれば。え？嫌なこと言うな、お前。チェーンソーあるの知ってるよ。チェーンソーあるのは知ってるけどさ。マジで言うてる？チェーンソーあるんよ。あるの知ってるんよ。あらー、それバテない程度に走っていこう。え、先に倒すんかな。先に倒す系か、もしかして。倒すんだよね。これどこ？あ、ここか、ここか。あ、外してる。めちゃくちゃ外す。あ、まずい。うわ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 。おい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 、あ、引っかかったよ。あ、バテちゃった。はいはい。は？これ無理よね、これ無理よね。無理だって。これもしかして、いや、え、こいつに壊させるとかじゃないよ。倒して手に入れないとダメよね。入って。奴を倒すしか。あ、タイミング。え？え？奴は？なんか刺さってる。あー、タイミングさー。血が早い早い早い。あー、痛い。
クロスボウね。プープー最近見ない。そうやね。罠みたいなやつタイミングむず。間違いない。むずいよね。ああ。待って、めっちゃ敵復活してない？あ、これ先にあれか。フラグ立てんといけんのか。待って、めっちゃ敵復活してるやん。さあ、まあ、リロード。リロードしよう。へい。クロスボウか、手榴弾。チェーンソーなんかがあれば。ここでやれるんじゃない、もしかして。ああー、もったいねー。あ、バテちゃった。あ、バテた。やつを倒すしか。来い。ああ。ああ、誰か入ってきた。来い、今だ。いやー、むずい。あ、ミスった。間違った。やめて。あ。え、なに、めっちゃフラフラしてる。ああ、ダメー。来た。え、これさ、当たるか。当たるのか。あ、外した。
あいつ当たるんか。あ、バテたバテた。動いて、起きて起きて起きて、走って OK。 弾ないしさ。あ、やっぱこれあれか、隠れてさ。隠れて、あ、あ、見つかってた。あー、プープー。解散おかえりなさい。サイコブレイクってゲームです。頭狙いましょう。頭ね。罠当てれんのよね。見つかった？ねえ、下手くそ。足で倒れたりしないんか。まあ、しょっか。見えそうだな。振り向きませんように。ミスった。ボタン間違えた。クソ、こいつを壊せる道具があるはず。チェーンソーなんかがあれば。ゲート前で倒しましょう。ここで、ここで、え、あのトラップ使うんじゃないの。恐竜絶滅の原因は便秘の可能性もあるらしい。じゃあプープ情報ね。プープさすが久々見たな。え？あ、いいよいいよ。全然大丈夫、ありがとう。ゲート前で回復しながら。
大丈夫大丈夫。まずでもこれ爆弾はさ、最初に行くでしょ。でもうこれも弾切れか。あ、バテた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 、痛い。倒すしか。いや、これは先に上上がってどうせトラップ失敗するっしょ。これ拾って。あ、違う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 、ミスった。はい、あ、あれさ、あれじゃない？チャイム道間違えた。おっしゃ、ウェポンオブチョイス。なになになにこれ、なんか今ちょっとかっこいいんよな。もらっておこう。走りすぎそう、スタミナがあんの。体力増やすか。せやね、ランニングして。セバスやっけ、こいつ。言いたいこと全然大丈夫。ほんまに気にしてないから大丈夫よ。じゃあ、チェーンソー。え？チェーンソーって一回限りなんかな。大事に使えよ、お前。壊すなよ。壊すなよ。これ、あるんとないんって今後の難易度変わってくるからな。え？持ってこうよ。ぽいじゃない。え？消えた。言うと持ってこうや。どんだけ心強いと思ってるん、チェーンソーぽいじゃないんよ。いや、え、待ってくれ、こっちだ。待て、あ、おまわりさん、一緒に連れて行ってくれ。刑事捨てただとはね。レスリーはこの先にいるはずだ。クロックタワーも走って待てるのか。見つけなければいけない。ぽいジェンソン投げたね。あ、オッケー、チャプター3クリア。でね、今日短いんやけど、この、一個だけ、チャプター1個だけね、する予定でやってて。終わっちゃった。ステンなて、うわ、怖い。ちょっと画像は怖いよね。こんなやつ戦ってたんや。お前の気がしない。チェーンソーね、バイオとかあったらさ、2周目とかさ、バイオ7とかってプロフェッショナルとかクリアしてもらえるぐらいの得点よ。今日割りかそう。今日終わりなんや。ちょっとね、短いやけど。
疲れ様で、ゆっくり休んでてありがとう。ちょっとタバコ一本だけ吸われた雑談しようか。カエさん久しぶりに来れたのに。ありがとうね。カエさん久々やね、時間合うの。やってるゲームはこのサイコブレイクっていうゲーム。そう、一服中の雑談。プープマジ久しぶりね。もうプープ呼び定着してるのがあれやけど。今日休んでないとありがとう。喫煙のメリットなんやっけ。 AI にさ、もっとさ、吸うべき理由を聞いてたのにさ、 AI にメリットはあるにはあるけどみたいな感じだった。彼女、お友達ができたよか。え、でもラーク、すぐできそうやけどな、ほんま。その気になれば、好きな人さえできればすぐね。美少年っていうのもあるけど、キャラ的にめっちゃいいやつ。嫌に案内させるシリーズおもろすぎやろ。よかった、あげるもんないな、あのサブアカードも。おるかおらんかでめっちゃ変わるやって。できへん、そう。まあね。あ、ペガサス流星剣さん、ありがとう。また来ますでは。お疲れ様でした、ありがとう。あ、知らないけど、俺出すの笑った。いや、俺あれ金閣寺がおもろかったやけど。金閣寺です。まず金閣寺ですって、なんかあ、いつって京都関係なくないっつって。初手金閣寺はね、おもろかったね。もっとあったやろと思う。あと大阪はね、通天閣ですって言ってるね。町のさ、引きでさ、一瞬通天閣探しちゃうよね。映ってないけど、携帯マジおもろかった。今誰か見てくれてるの？全然ね、回ってないと思う。それ17回視聴になってるから。マジでタバコさ、タバコ誰もいいねしてくれない。大阪がまだ回ってるか。待って、奈良とかはね、確かに。大仏鹿ぐらいしか知らない。まあ、清水寺がある。え？清水寺って京都？清水寺は京都だわ。え？浅草寺以外にさ、東大寺か。東大寺が奈良だ。都道府県片っ端から行くか。浅草寺。待って、浅草寺じゃない。浅草寺じゃない。浅草寺は違うわ。あ、愛知もね、楽しみ。なら多分寺しかない。浅草寺はめっちゃ浅草やん。え？浅草寺って言った俺今。清水寺のつもりで浅草寺って言ってた。
あ、東京編ね。言ってた言ってた。いい感じに眠いんだわ。頭が働いてない。いや、ちょっと眠いの言い訳にしてるけど、多分眠いせい。で、この サイコブレイクの画像怖いな。チャプター、さっきのチャプター画面よりマシか。東京編は初手、いや、さすがに AI もそのバカじゃないからさ。え、番長さん、ディズニーとかさ、ディズニーに怒られそうでさ、名前出さんのじゃん。あ、東京タワーか。千葉、おっと。東京の初手は、歌舞伎町よか。いや、歌舞伎町はさ、もう、あれじゃない？歌舞伎町単体で見たい。AI は歌舞伎町をどう判断する？サイコブレイクやのに。あ、そうか。アルファベットにすりゃいけるか。東京の初手は東京ドームの地下闘技場やね。使えるやん、あのボクシングの映像。東京なぁ。サイコブレイク。OK。じゃあ2時半になってやめようかな。あ、ごめん、あと1分だ。育児はサイコブレイク。和歌山ね。和歌山はさ、ほら、なんだろう、みかん、梅干し、で、パンダは出てこなさそうよね。アドベンチャーワールドしか思い浮かばない。いや、そうだよね。あ、でもそれ出るんやったら、パンダかな。いや、きっとさ、ここにいる誰も行ったことない、あれじゃない、和歌山城とか紹介するんじゃない。みかんめっちゃ美味しい。美味しい、美味しい、美味しい。あ、OK、2時半になった。じゃあ、和歌山城ってあるんよね、それが。割と普通にお城やで、和歌山城は。現存するお城。え、でも、立て直してんのかな。アドベンチャーワールドは、白浜っていうところにある遊園地と動物園が合体した感じの施設、テーマパーク。まあ動物園やけど、ちゃんと遊園地もくっついてるの。多分でも、アドベンチャーワールドの近くにエネルギーランドっていうやつがあって、めっちゃ斜めの部屋とかさ、斜めの階段、登れない階段とかがある。多分見たことあるんじゃないかな。果物の中でみかん4番目ぐらいに好き。割と下の方。いや、でも俺もそれぐらいかもしれん。1位なんやろうな。メロン。2位。マンゴー。3位。桃かな。良い梨。5番目。あそこでランドセルよりでかいパンダのぬいぐるみ買ったわ。ちっちゃい時アドベンチャーワールドね。俺もちっちゃい時にしか行ってないな。あ、ホワイトタイガーのぬいぐるみね。なるほどね。
一回足取れて寝合わせたけど、もう 大事にしてるんやね。あ、桃ラフランスイチゴか。あ、イチゴもあるか。ラフランスって何や、なし、洋梨かな。洋梨はね、あんま、まあでも美味しいか、美味しいのは美味しいな。あのさ、あの果物系ってさ、なんかあの味しない系、味が薄い系もさ、ハズレであるけどさ、あの何より酸っぱいのがあんま好きじゃなくて、でみかんとかさ、まあいちごもワンチャンあるけど、ものによって酸っぱいやんか。であいつら口に入れて噛むまで酸っぱいかどうかわからんやん。だからあんま好きじゃない。あ、キウイも美味しいな。キウイもでも酸っぱいな。パイナップルもそうか。喉か、喉かゆなる。ウリアレルギーかな。ワンチャンアレルギーね。桃、桃もウリか？違うよ。その流れで言うとメロンとかもなりそうやけどね。待って、かゆなるならか。一瞬さ、もう画面暗いから字っていう字に見えてさ。アレルギーでも食べたくない。なんかね、アレルギーの理由よね。アレルギーやけど好きっつって。あ、メロンは確かに大量に食べる機会はない。食べてみたいけどな、あの半玉とかスプーンで食ってみたい。飽きるかな。花粉は断固拒否やけど。まだ文化紛争じゃないと。あれれれれれれれ。ムーンさん、あ、ムーンさん、いる。はい、ということで、ごめん、ちょっと長くなっちゃったんだけど。花粉症じゃないの人生って、でもいつかなるっていうもんね。ムーンが来た。そう。でも今日の配信はこれで終わりますね。でもね、せっかく難しいメンバー全員集合って感じやん。今日は寝る。終わるかな。お疲れ様、ありがとう。またね、サイコブレイク、あれ YouTube 上げてるよね。あげてるね、多分。じゃサムネ作ってないから記憶から消えてたけど。また。見てください。あ、キムテさん、キムテさん一瞬いたよ。今日もお疲れ様でした。ありがとう。姉様ありがとう。だからあくもありがとう。顔は出てね。話したから満足やでてありがとう、カイさんも。キムテさんいた、いた、いた。いる、いる、いる。ゆっくり寝て寝てありがとう。キムテさんもありがとう。ユナさんもありがとう。お疲れ様でした。